シーズンになってから勝ち負けがもう目に見えて分かる試合形式になっているので、ラウンド1は、スイープという形で勝利を収めて、ラウンド2は惜しくも負けてしまって、でラウンド3はスイープを目指して頑張ってたので、そこで1票取れなかったっていうのはもうすごい悔しい気持ちでいっぱいですし、どうなってどうしてその結果になったかっていうのを自分たちでもう一度見つめ直して、一戦一戦勝っていけるように頑張っていきたいと思います。今日は勝ちます。作品のテーマは、去年からやりたかった自分たちのプライドという一言にかけて、このシーズン1、シーズン2、どっちもヒールだったり防具だったりっていう自分たちの掲げてきたものに対してのプライドを前面に押して、内容的には静と動がしっかり分かれていたりとか、パッションなところと妖艶なところがはっきり分かる作品かなというふうに思っています。頑張ってきてね。めっちゃ入った。いきます。We are Blues! Let's go Blues! We are! Go! 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 Hey darling!レト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 、さあこのフォースマッチ、見事スイープでの勝利となりました。 The winner is Benefit One Monolith。今日は朝から忘れ物3回取りに家に戻りました。バタバタ、めっちゃなんかリラックスしてます。だからいい感じで戦えそうです。楽しみです。もう絶対勝てる作品持ってきました。ラウンド2はテーマがブルーローズで、花言葉が奇跡と喝采っていう意味がありまして、でやっぱりこうみんなで決勝まで上がりたいという気持ちを希望にかけて、で踊り終わった後は拍手喝采していただけるようにということで、ブルーローズっていう題を選びました。ありがとうございます。
レッド、レッド、レッド、ブルー、ブルー、レッド。さあジャッジ4対2でラウンド2セカンドマッチ勝者は On the red corner Forecast Razors。 お疲れ様です。あと追加点、あと追加点。シリお願いします。今は3位ということで、今までのシーズンだったら僕たちとしてはすごく嬉しく幸せな順位なんですけれども、開幕戦でスイープがあって1回1位っていう光景を見させていただいているので、やっぱりそこには対して悔しい思いがあるので1位目指していきたいなと思っています。今日はエジプトがエジプシャンです。今回のテーマは、ファラオで、エジプトの王様的な感じで、で、もともとこの作品を出す予定ではなかったので、結構3日でダッシュで作って、急遽私も出てほしいとのことでみんなの要望を聞いて出ることになったっていう感じなので、頑張ります。レッド、レッド、レッド、ブルー、レッド、レッド。勝者は On the red corner Benefit 1 Monolith。 今日はちょっともうリハ始まる前はちょっと自分のコンディションあんまり良くなくて、まあ、本番前にみんなで担いでやって、自分でこうモチベーション上げ合って、で、まあ、この結果がいただけて嬉しいのと、でたくさん喜びを分かち合って次につなげたいと思います。ラウンド4なんですけど、今シーズンは特にテーマをより濃く分かりやすくしているのと、あとどのチームにどういった形式で当てていくかっていうのをすごいモノリスは考えて、やけどこびずにモノリスらしさをすごい前面に出して戦っていってるので、これからも全部勝っていくし、いい勝ち方を全部していけたらなって思ってるので、全力で今シーズン勝ちに行きます。楽しみにしててください。